世界最高峰のサラブレッドたちが集結したここフランスはロンシャン競馬場、日本競馬の期待を背負い凱旋門賞制覇に挑みます。スタートしました。好スタートはユリシーズレイルリング。まずは先行争い、12番セロメゴラジェッタすっと前に持ち出しました。これに続いて1番ケープブランコ、15番ウエスターナー後位につけています。少し差が開いて4番ユリシーズ、外から9番カプリ、3馬身相手10番フリントシャー、内から2番アンテロ、続きまして7番レイルリング、16番トレブ、この辺りが中段、その外14番シーザスターズ、続きまして18番キャメロット、11番ユームザイン、内から3番ハーザンド、その外8番ソーユーシンク、これを見るように外側17番チキータ、内側6番シーオブクラス、それから5番マリヌス。 1000m の通過タイムは1分2秒5。3コーナーに差し掛かろうとしています。最後方は13番マジカル、先頭から最後方まで10馬身以上、先頭は依然セロメトラジェッタ、続いて1番ケープブランコ、15番ウエスターナー後位につけました。3馬身相手9番カプリ、内側4番ユリシーズ、これよりホルスストレートに入ります。6馬身相手10番フリントシャー、これを見るように内側2番アンテロ、1番人気16番トレブ、この位置18番キャメロット、この辺りが中段、そのうち14番シーザスターズ、7番レイルリング内から差を詰める。4コーナーカーブから直線に向きます。直線向いて先頭はセロメトラジェッタ、400を切って先頭セロメトラジェッタ、その後ケープブランコ、セロメトラジェッタ抜け出した、ケープブランコ離れて追走、 200m を通過した、セロメトラジェッタ足色は衰えない、ケープブランコ追っている、セロメトラジェッタ足色は衰えない、シーザスターズ差を詰める、セロメトラジェッタ先頭で合輪、勝ったのはセロメトラジェッタ、鞍上は横山武史騎手、凱旋門賞制覇、日本近代競馬史に残る快挙です。2着ウエスターナー、3着にはケープブランコ。